アルトリ相手だからあんまり行き過ぎない自分たちらしさを残すみたいな、ここだけの話ね。はい、はい、角川ドリームズディレクターの慶斗田中です。よろしくお願いします。角川ドリームズリーダーのリオです。お願いします。お願いします。今シーズンはどんな年だったかな、リオ。私はまあ、怪我があって、うん、途中から選手っていうか、試合に出だしたんですけど、ラウンド6、ちょうど半分ぐらいからね、最下ラウンド、今年初の試みだったので、はい、どういう感じになるかなみたいな感じで始まったんですけど、イカを頑張って出してくれてたので、安心して挑みながら、おじいちゃんとの試合ができて、嬉しかったです。前半戦はね、ちょっとこう探りながらみたいな戦いもありつつ、今日が出たあのサイファーラウンドから、はい、なんか自分たちのこう持ち味っていうのを、なんとなく自分たちで認識しながら戦えた感じかなと思います。はいはいはい、今シーズンのベストラウンドはチャンピオンシップトライアルマッチ、スペーストラベラーズになります。あれだね、とにかくまずこれに勝たないと。そうですね、っていうところがね、これこけたらもう終わりなんで、うん、すごい、まあみんなもちょっと緊張感もあるのかなと思いながらも、はい、裏はもう緊張、そうだね、キッサーが鬼の緊張しました。そうだね、はい、うん、でこの入場の仕方もさ、はい、変わったじゃない、ね、うん、このチャンピオンシップのには、うん、こんなお客さんと近いと思ってなかったんで、うん、すごい嬉しかったです。これでも気持ちよさそうだよね、うん、もうみんなキラーってなってるんで、うん、あ、時間がすごいここに湧きました。そうだよね、でこのチャンピオンシップ1のトライアルマッチの、まあこうなんていうのかな、次につながるところで髪の毛の色見せたくないみたいな問題とかもあったじゃない。ありましたね、やっぱり ね、 ありましたね、その、うん、勝ったとしたら40分後にまた戦うっていうのを踏まえての、ね、まず1回目、はい、でみんながこう寄るの早いんだよねまだよまだよって褒めながらね、もう分かんない分かんないみたいな、もう緊張がやっぱここで、そうだね、もうみんなここで行くって感じで、はい、でこのトライアルマッチは、まあ、ちょっと始まる前にちょっとこだわった部分いろいろあって、はい、自分たちでもこう戦っていく中でなるべくこうそぎ落とした音楽、うん、いつもまあストリートミュージックっていうと、まあ、あの重いドラムとかベースラインとかヒップホップね、うん、あると思うんだけど、それと真逆 の、まああのストリングスとか使ったオーケストラの、はい、僕らっていうよりも多分アルトリっぽいかなっていうような ね、 そうですね、ちょっと頭の中ではリスペクトがあったんだって、ね、うん、そうだよね、戦っていきますと、はい、言っちゃっていいですか。はい、ストップまだね、そうですね、ここ行く前のまだね、両の足しかこう見えてないんですけどまだちょっとストップ早かったかな、ストップ早かったけど、うん、ちょっとじゃあちょっと明かり見えてくるところまで行こうか。そうですね、うん、寄ってこうね、照明、照明こだわりましたね、はいはい、照明もこれがいい味出してましたね。そうなんだよね、はい、照明最初ここに落とさず、そう、見せない、端の方からこうで、このスピードもちょうどいい。そう、あとこれまあもう失敗したら命取りじゃない、はい、これもうこれ量が失敗したらもう僕らのチャンピオンシップは終わるというぐらいかなりプレッシャーかけたもんね。さらにここまあちょっと啓太のこだわりなんですけど、やっぱ衣装がすごいこだわると、うん、でこれ逆立ちしてるんでジャケットがピローンってなるんですよ。でこれならないようにしてるんですよ。でならないようにするためにズボンとあのジャケットを一本の本当に細い布だけで塗ってあるんだよね。塗ってます。で箇所ちゃんと塗って、ただそうすると今度は動きに支障をきたすと、なんで飛び降りた後に切るんですよ、その糸っていうのをね、はけてそこブチブチブチっていうまずスタートのこだわり、はい、はい、いってみましょう。これはすごかったです。量が、まあもうこの時点でね、もう完成がもうつま先はとにかくポイントにしろと、はい、もうポイントにしろと、ほぼ釣ってましたからのね、からの、うん、いいスタートですね。これ闇入ってます。すごかったよね、この顔、うん、はい、このストリングスの音をね、アームスのこの細かい動きで表現したら、南のこのユーモアも伝わったかなで、まあここですよね、はい、ここ倒立して、はい、で足をこうバタバタ動かすんですけど、はい、これ本当はもう一段階上の技があって、完璧に倒立したまっすぐの状態からこれに入っていくっていうのが、うん、ベスト中のベストだったの、ね、まあでもこれでもかなりね難易度高い技もね、うん、耐えました、しっかり決めて、はい、うん、下グラグラしてますね、はいはいはい、で、あ、ここを一回ちょっと戻るんですけど、
実はの実はトッシー後ろに転んでるんですよ。コロコロコロってね、これしっかり立つはずだったからね。そう、うん、だけどもうみんなフロアにいるからね、わかんない。セーフっていう、うん、そういうトラブルがありました。っていうまあ大技を連発しながら、このシュールなこれですよ、はい。ここちょっと自分たち的には面白っぽいんですよ、うん、そう、僕も会場すごい湧いてくれてたんだけど、俺はすげえクスクスしてたんでね。そう、もうじわじわちょっと面白くあんなすごいことやっておいて、いきなりトゥク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 で、やっとセンターに来るみたいなね。なんか僕らのユーモアが届いたのかなっていうところはありましたけどね。実は面白くやりましたね。はい、でこっからアロハのいいキレですよ、はい、足も、はい、アロハのターンはかなりジャンプもねからの、はい、ここのね、はいはい、これもだいぶ練習したね。はい、はい、っていう、まあ、前半部分ですよ、うん、割と角川らしさっていうよりは、ね、ニューな、はい、こう見せたことのないスタイルを挑戦しましたね。そぎ落とした状態でシンプルに見せると、はい、一個一個が結構リスキーだったんで、うん、もうどこが崩れても負けるっていうので、はいはいはい、ユニゾンやらないってすごいよね、ここまで半分以上、うん、で、やっとまあユニゾンが始まると大地が噴き出します。もうスパークしてるよね。このルーティン超好きだったな。いい、かっこよかったです、うん、このね、このコンビがやっぱりいいですね、はいはいはい。まあ、アルトリ相手だからあんまりこうクラシックな、ね、クラシックなポーズ取るじゃない、はい、でもあんまり行き過ぎない自分たちらしさを残すみたいな、はい、そう、コンセプトでね、足のつま先まで結構周り回ってたりするんですけど、うん、そこはちょっと自分たちのヒップホップらしさを残そうと思って、うん、あえてフレックスを取ったりとか、はいはいはい、技術的なところでも細かく調整しました。ここだけの話ね、はいはい、でこう来まして、もう2人もいい仕事してますよ。はい、はい、トッシーが本当はこれね、本当はコークスクリューってひねる技だったんですけど、まあ1段階下の技に、まあ、したと。これでも助走距離も全くなくて、その場でいってますね。でしかもまああの技ができる人はいるんだけど、この後のこのクオリティでルーティンができるアクロバット、B-boy っていうのはもう日本に多分 TSY しかいないだろうな。かなりクオリティ高い、まあ、ルーティンがこの後来るんでね、はい、このキスさんのコークスピンがやっぱ効いてますね、はいはい。まあ、皆さん待ちに待ったこの感じね。はい、来ます来ます来ますっていうところで、はい、まあ、アロハもねすごいよね。アロハすごい、うん、このサツキはめっちゃ好きですね、はい、サツキをかましてますね。サツキかましまくってからの最後いないっていうね、かけちゃってるんですね、うん。でまあ、最初のコンセプトに戻りながら、はい、最初のコンセプトをさらに超える、はい、レベルアップさせてでフィニッシュさせる、このアスさんもすごい良かったね、はい、さすがアスカです、はい、で TSY が、はい、ラスト頑張れ、必ず決めるんだよね。そうなんですよね。そうなんかリハの時に失敗とか多いんだけど、失敗めっちゃするしちょけるし、うん、めっちゃ怒られるんですけど、本番だったら絶対決めるんですよ。絶対決めるよね、はい、TSY は。それがやっぱ、まあ、素晴らしいなと、はい、すごいです。でここでまあ、サツキが最後まで、僕が最後まで入れないのはすごい嫌だ嫌だと、もうサツキ多分もうはけちゃってるんですよね。僕出たい僕出たいって、 そこをね、サツキもういいんだから、はい、もう仕事し終わってるからもう大丈夫だよっていう、そこもちょっと実験的というか挑戦的な、ね、はい、まあ、サツキって言えばうちのまあ言ってみればエースとして誰もが認知してる、はい、で彼を省いたフィニッシュを持ってくるっていうね、このチャンピオンシップは全てまあ、寮中心に選手で全部組み立てたと、はい、そうですね、ほぼもう誰がやってもいいような体制で全てを組み込んで、でリハーサルも全てそれをやっておいて、誰が控えでもサポートでもどこでも配置できるように、結構もうほぼみんな照明でもカメラワークでもいけるようになってます。そうだね、もう選手だけで全て賄えるようになった、まあ一発目の作品っていうことで僕らこれを選ばせていただきました。はい、はい、D-League をご覧の皆様、本当に全チーム素晴らしい作品本当に多いんですよね。2週間という割と短期間で作り上げる作品ですけれども、その能力値っていうのは世界をもう凌駕していると思います。なので応援していただいている皆さんが育った D リーグだと思っていただいて、次のシーズンもさらに世界を震わせる作品を作って僕らも行こうと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。私はカドハムの皆様に3シーズンかけてここまで応援してくださってありがとうございます。今年初めて
でワンマンっていうライブを、カルバードリームで実施しますので、カルバードリームであったり風間の皆さんはもちろん他の B リーグファンの方々もたくさん応援していただいてここまで来れると思ってますので、ぜひ皆さんイベントに足を運んでいただいて、ぜひ遊びに来てください。これからもよろしくお願いします。お願いします。どうなるかね、いつか来るフィーブ、このまま翼を広げ Go!